イネル、キャプテンクロー、パウリーもかっこいいね。この技は死後救済みたいになるのか。いやちょっとね、皆さんは誰が再登場してほしいかというね。考察とは関係ないかもですが、小田先生再登場キャラをかっこよく描く技術すごすぎませんか？マルコがメガネかけて再登場してめちゃくちゃかっこよく見えたり、異像のマッチョな背中で語るシーンとかやばいです。再登場してかっこよくなりそうなキャラ逆算して予想するの面白そうです。なるほどなぁ。まあ、誰が来てもかっこよくはなりそうだけど、誰だろうな。再登場してかっこよくなりそうなキャラ。ワイパーとかね。もうワイパー見た目一番好きなんだよな。見た目で言うとね。全部込みで言うとトムさんが一番好きなんですけど、フォルムとか顔面とか雰囲気全体的な。で、なんか、そのワイパーのフィギュアあったんだよね。ゲーセンで取れるやつだったかな。バズーカこうやって持って、めちゃめちゃ躍動感あるさ。あんなんずっと見てたもん。かっこよすぎて。造形王だ。ワイパー当時仲間になる説だった。ワイパーのフィギュア持ってた。あれめっちゃかっこいいんじゃない？あの躍動感。バズーカこうやって持って、スケートのあれで走ってるみたいな。ヒグマの再登場か。あ、じゃあこれちょっとね、チャット欄盛り上がってるから、これも聞く？再登場したらかっこよさそうなキャラ、一人お答えくださいと言われたら誰でしょうか？顔面のタトゥーとかもあれかっこいいんだよな。ワイパー。あ、黒。黒はかっこよさそうだな、再登場したら。あ、ビッグマムね。あ、エネル。エネルしかおらんやろ。ドフラミンゴね。ドフラミンゴはインペルダウンにね、何回かあるから。銀、エネル、キャプテンクロー。あ、パウリーもかっこいいね、パウリー。あいつらに会ったら伝えといてくれよ。おめえらクビだと。あれマジで熱くなったよ、俺。うん、やっぱでもエネルだな。やっぱり。我は雷っつって登場するんだろうな。エルトールだけ、なんか技だけが来んのか。この技は事後救済みたいになんのか。まあちょっとね、エネル再登場あるかないかをまずわかんないですけど。いや、ちょっとね、皆さんは誰が再登場してほしいかというね。キャプテンクロもちょっと痺れたな。まあちょっとね、さすがに、なんかあの時点でね、ルフィに怒られてたしな。で、しかもなんか思想すらも完全否定されてたもんね。ルフィにね、なんだおめえそれっつって、かっこ悪いなお前みたいなさ、かっこ悪いよお前っつって、なんだそれって言って、ルフィの夢の果てを考察してみたのですが、結論から言うと月に生きてではないでしょうか。275話でエネルがフェアリーバースへ行くと言った時のゾロの発言からすると、ワンピースの世界で月というものは夢の世界そのものであり、だからこそ白ひげがガキでもある名手と言ったことや、一番自由なやつが海賊王だ発言から、冒険の終着点としてワクワクするというロジャーとルフィの夢の果て、ナミの表情もかっこ航海士としてと、まあ、ナミが引いてるんで、なんかお金がもったいないことっぽい感じもあるんですけど、航海士として、不可能に近いこと言うんじゃないよあんたっていう、若干引いてるところということか。もうこのぐらいいかねえとダメな気配が漂ってきてはいるんだけどね。大宴会とか、まあ、やろうと思えば今できんじゃねえのみたいなね、とかね。海賊王になったらできるかもしれないものみたいなね。月に行けるかもしれない。海賊王になりさえすれば。莫大な財宝を手に入れられるから。この夢の果ての考察はマジでなんかかなり制限があるから導き出せそうなんだけど、絶妙に、あ、絶対それだわっていうのにたどり着かないんだよな。何なんだろう、小田先生がどっかは大げさに書いてんのかな。こんな問題ある？ヒントがまあまあ出てて、条件がまあまあ厳しいのに、一向にこれが答えだっていうのにたどり着かない問題、振ってくださいって言われたら、なかなか作るのむずいよな。この答えを導き出すより、この問題を作ることの奇跡さ加減に驚愕するわ。子供が考えつきそうな言葉、海賊王になりさえすれば、それが可能になるかもしれないことを、いや、むずいな。これ、本当に。自由な国を作るとかね。ちょっとこれがどうなるのか。まあ、多分夢の果てに関しては、最終回直前までお預けになる可能性も高いですけどね。ラフテルにたどり着いてワンピースを見つけるっていうのは、私の中では、その夢の果てよりも、なんか早そうな感じとかね。結構早い段階で、この答えは明らかになりそうな。で、真実を知って、ワンピースっていうのが何をもたらしてくる、世界をひっくり返すことができる宝ってどういうことなのかっていうのが、描かれた上で世界中を巻き込む巨大な戦争、つまり最終決戦にこうなだれ込んでいくっていう順番だと思うんで、でその後にルフィのる夢の果てがね、回収されていくっていう流れだと思うんで。てかこれ、ワンチャンワンピースの正体分かったとしても、夢の果てはまだ分かんねえ可能性あるよな、でも。そういう描き方にしようと思ってるのかな、尾田先生は。そこのこのルフィは、幼少期の時にロジャーと同じ言葉を言ってるんで、で、ロジャーに関しても、世界をひっくり返さねえかっつってレイリーを誘ってるんですけど、ラフテル行って大爆笑してるってことは、知らなかったんだよね。宝を知ってたわけじゃないんだよね、ワンピースの正体をね。どっちもワンピースの正体を知らない状態で、夢の果てを言って、ただそれが、それ無関係あるか？無関係なこと、ワンピースと。いや、ちょっともう、これガチ考察案件だ、これ完全に。ルフィが研究所内を走った後、ぜいぜい言ってた件。ぜいぜいイコール酸素不足なので、カラクニのことを連想。あれだよね、シーザーの技だよね。ルフィが敗れたね。しかし今回奪われているのは血液ではないかと考察。酸素は血液中の赤血球と結びつき、体内を循環。ドラゴンボールではドクターゲロが蜂のように小さいロボット、スパイロボットあったっすね。サイヤ人の細胞を奪った。ドクターベガパンクは蚊のように小さなロボットでルフィの血統因子が入った血液を奪おうとしているというのはどうでしょうかと。なるほどね。ベガパンクとルフィの今の関係性考えると、スパイロボを通じてルフィから血液を採取するというか、なんかお願いしそうだけどね、研究に使わせてくれみたいな。いいぞってルフィ言いそうだしっていう、なんか感覚があるんですけど、そこに必然性があるのかないのかみたいなね。本当は悪いやつだからっていうことなのかな。もちろん可能性はあるっていう話ではあるんですけどね。ドラゴンボールのオマージュが綺麗にバシッとここに入るみたいなね。なんか鉄腕アトムイコールアトラスとか、グリーンブラッドって昔の漫画があったりするんで、伝説の巨匠たちの SF 作品みたいなオマージュっていうのも、エッグヘッドでは要所要所にね、描かれているんで、ここで王道のそのドラゴンボールオマージュみたいなのがバシッと入ってくるのはなんか気持ちいいところではありますけどね。どういう形で入ってくるのかみたいな。サテライトの中に自爆装置が埋め込まれてるみたいなさ、その人造人間16号、17号、18号の中に組み込まれて、なんかそんな感じとかね。で、あとはそのエッグヘッドっていうのを、パンクハザードのリンクをエッグヘッド入った当初からずっと言ってますけど、モネが起動しようとしていた爆発あるじゃないですか。あれとかっていうのがモネのあなたが海賊王になる男って言ってさ、ドフラミンゴを立てて、自分は自爆装置を押そうとするんだけど、取られた心臓をシーザーに突き刺されて死んじゃうっていう話なんですけど、それ規模のね、爆発みたいなのが成就したらって考えると、とんでもない爆発するんじゃねえかとかね。まあ、どっちみちそのバスターコール以上の軍艦来てるんで、火の海になるとかさ、エッグヘッドが。その辺は想像できるんですけど。あとはあれだね、SAD をぶった切って歯車を壊したぞっていうローのセリフあったし、あとは、死の国っていう無差別大量殺人兵器みたいな、あれもあったんで、いずれにせよなんかそのクラスの攻撃というか、災害、被害がエッグヘッドで起こることは確定してそうな。それが何オマージュというかね、ドラゴンボールオマージュがそこに用いられるのかどうかみたいな、話だと思うんですけど、スパイロボットは出てくるのかどうかというね、ところで。サーベル・オブ・ジーベック。直訳でロックスの剣。だからロックスもロジャーと同じ非能力者説と。まあ、サーベル・オブ・ジーベックっていうのがね、黒ひげが乗っている船の名前であると。ジーベックっていうのがまあ伝説の海賊ですよね。白ひげカイド、ビッグマム、当時の名だたる海賊たちが所属していたロックス海賊団。その船長だったロックスの本名がロックス・ディ・ジーベックと。なんでジーベックの名前を船につけるのかみたいなね、部分でございますが、直訳するとロックスの剣だから、とにかくロックスも非能力者だったんじゃねえかと。この感覚もあるんですけど、まあ、これもだから、考察好きの皆さんがこの話を聞いて、まあ多分思うのが、ロジャーが非能力者であったように、覇気がその全てを凌駕するっていう、そういう風に繋がっていくんですけど、ロジャーが圧倒的な能力者を覇気で凌駕したところをカイドウは見た。だからこそ、あの発言になった覇気が全てを凌駕するみたいな。ってことは、ロックス海賊団は、ロジャーとガープに手を組まれて滅ぼされたってなってるんで、まあロジャーもガープも能力者じゃなかったこと考えると、ロックスは能力者だったんじゃないかの方が自然だっていう、こう見方もできるっていうね。このサーベル・オブ・ジーベック、ロックスの剣を信じるか、カイドウのあの発言、覇気だけが全てを凌駕する。実際ね、どこかでその能力者が覇気に凌駕されたのを見たかのような発言なんで、どっちを信じるかっていう、そういう話でしょうね。能力者だとしてロックスの能力予想とかマジでむずいけどな。ウオウオの実なのか、ウオウオの実モデル清流をロックスがやられた瞬間カイドウが食べたのかとか、闇闇の実なのかとかね。まあでもまあ限られてはいるか。仮にロックスが能力者だったとして、闇闇の実かウオウオの実かしかないかな。やっぱり闇闇か。覇気がそれを凌駕したみたいなね。